2B2 のトーキンリズム&ブルース。10月に入って、はい。ライブいっぱいやってるね。やってますね。ちょっとずつ増えてきた感じですかね。ね。はい。10月の頭はね、アーフラッドオブサークルと一緒に、うん。稲と上越に、はい。行ってきました、はい。ようやく行けましたね、これね。ねえ。振り返りで。1年半前ぐらいにやろうとしてたんじゃない？ね、うん。ね。ねえ。まあ、お待たせしちゃって、本当に。でも、なんか、やれてよかったなっていうのが一番大きいですね。よかったね。どんな形であれね。うん。ね。なんか。フラッドのみんなも元気そうだったしね。そうそう。変わりなく。うん。なんかね、フラッドも、もうこれだけ付き合いが、16年の付き合いって言ってたよ。そう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 。そうなんだよ。だって、佐々木くん19歳ぐらいの時から一緒にやってるって言ってたから、うちらと。あ、そうなの？そうそう。そんな、あれだっけ？初めてやったの19とかって言ってたよ。あ、本当？うん。へえ、あれ、どこだ？横浜とかかな？横浜のリザードでさ。が初めてか。初めてやって。それ以来ですよ。メンバーがほら、結構変わってさ、そうそうそう、あのフラットも。でも変わるたびに俺たちね。そう。変わるたびに新メンバー入りましたってとこに我々立ち会うってことがよくあって。そうなのよ。ね、節目節目を見てきたバンドとしては。そうそう。だからもう、元カノ全員知ってるみたいな感じか。そうだよね。元カノ元カレ全員知ってるみたいなね。そういうことですよね。そういう感じだよね。だから、それが、16年、結成16周年って言ってたから、感慨深いですよ、それ。ね。うん。で、稲が、こう、初めて行ったじゃないですか。うん、うん、うん。でさ、稲のさ、街をさ、うん、ちょっとさ、うん、佐々木くんがさ、近くにレコヤありますよとかっつって、うん。あ、あったあった。ね、リーダーも結局行きましたけどね。行った行った。そこでさ、ちょっと二人で行ったんですよ。はいはい。本番前に。うん。そしたらね、なんか二人で歩いてたらさ、うん、パーキングがあって、うん。街中パーキングですよ。はいはい。で、そこに、なんかさ、稲出身のこう、歌謡界有名人みたいなさ、飾って。ボート中華。で、ほら、よくさ、地方というか、駅前とかにさ、うん、我が町が生んだ有名人みたいなさ、ドーンってちょっとこう、あるじゃないですか。はいはいはい。昭和の頃に多分、こう、流行った感じの看板みたいな。はいはいはい。で、その体でこう、バーンってあって、うん、でそれがレトロ稲、はい、歌謡界有名人みたいなさ。はいはいはい。あ、なんか結構そういう、音楽関係の人いっぱい出てんだと思って、うんうん、で、こう名前をさ、パーッと8人ぐらい並んでるんですよ。はいはい。で、こう横書きでさ、うん、で、左に4人、右に4人って並んでて、で、こう左上から見ていくんだけど、うん、すごい古くてさ、もう、うん、一番左上が、高木登録、水色のワルツとかでさ、知らないでしょ知らないでしょかっこ作曲家とか書いてあって、で、その下も、本町横、若草の丘、北原健治、若い二人、三沢明美、島のブルースとかつってさ。おうおうで、俺、北原健治はギリギリ名前知ってたんだけど。なんとなく、ね。うんうんうん。で、佐々木くんと一緒に見てて、うん、かなり古いっすね、とかつって。うん、俺、一人もわかんないな、とか言っててさ、うんうん。俺も北原健治ぐらいしかわかんねえな、つって、うん。で、こう、左の列全然わかんなくて、右行ったらさ、うん、折井茂子、君の名は、黒木健、霧にむせぶ夜、うん、松島明、古州、湖、うん、ウレウと書いて補修、はいはいはい、そして一番最後こう 8人目、うん、キングヌー白日、あ、そうだ、キングヌー稲だ、あらっつって、そうだそうだ、そのこう飛び方といい、そうでしたよ、このだからなんかさ、うん、これを一枚絵で見た時の、うん、このね、大喜利うまくまとめてきたなっていう感じがすごくね、いいのよ、この。これはアピールポイント高いですね。そう、最初こう見てってさ、うん、ほら、水色のワルツとかさ、うんうん、古州とか知らないじゃん、うん、で。一番最後にキングヌー、うん、
白日っていうさ、うん、このレトロ感のある曲名で、ああ、キングヌー白日っておいってこうなる。なんでってこうなる。いや、でも、すごい偉いですね。イナの方もちゃんとね、そうそう。ちゃんとチェックしてるっていう。そうそう。で、なんか、ちょっと、この後帰ってからね、うん、なんか、イナについてこうさ、はい、どういうことなんだろうと思って、ちょっといろいろ調べたら、はい、ちょっとそういうことでこう売ってるらしいですわ。あ、いわゆるレトロな街並みですよとか。なるほど、なるほど。昭和のちょっとこう、はいはい、古き良き街並みを残したレトロイナっていうことで、うん、はいはいはい、長野の中でもこう売りにしてるらしく、うんうん、それにこう引っ掛けた、うん、パーキングの方が多分出したんだろうね、これね。なるほどね。あの観光というかさ、なるほど、来た人のように。うんうん、このキングヌー白日を一番右下にこう持ってくるセンス。なるほどね、これね。ただものじゃねえなと思ってね。これは老若男女ですよね、これ楽しみのは ね。おーってなりますもんね。ね、はい。他の7人全然分かんなかったんだけど。世代がね、遡れば分かるんです、ね。すごいんですけどね、そうそうそう。これいいなと、ね。なるほどね。稲だけにいいな。稲だけにいいなということですわ。いい街でしたよね、でもね。なんかいい街だった。静かでね。で、ちょっと確かにレトロな感じで。そう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 。馬刺しとか、馬肉を食べさせてくれるお店が、なんか、ちらほら並んでて。そうだ。街並みもすごい良かったんでね。線路沿いにお店が、うんうん、ライブハウスがあったから、僕も線路沿い、ちょっと、うんうん、線路沿いに行きましたけど、線路沿いのね、あの、古い昭和の、あの、飲み屋街みたいのがちょろっとあって。あ、そんなのあんだ。良かったですよ。うん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 。ちょっと夜ね、行ってみたいなって感じがしました。今度ね、また、はい、箱もすげえやっぱ良かったし。良かったですね。うんうん。スタッフの方も親切だし。店長さんはね、なんかほら、うん、基礎鼓動って昔出たじゃん。はいはい。あのイベントで2回ぐらいスクービード見てるんですよとかつって。あ、そうなんだ。うんうん。ああ、まあ近いもんね、基礎がね、うん。そうそうそう。で、基礎鼓動やってた方も、うん、あの日見に来てたらしくて。あ、そうだったんだ。うん、なんか仲良しなんだって、その店長さんが、はいはい。で、スクービードゥー一番好きなバンドだから絶対呼んだよって言われてたんですよ、とか。ああ、嬉しいっすね。念願かなってよかったです、とかって言ってくれて。ね。ね。ありがたいっす。で、また、行きたいよね。行きたいですね。ね。うん、はい。いいな。上越も。上越も。相変わらずいい箱で。うん。なんかね、やっぱどっちもこう、なんかこう、やるしかねえなっていう気持ちにさせてくれる箱でさ、うんうん、俺らみたいなこう、ロックバンドにとっては、うん、ああいう箱がね、いろんなところにあってくれるのはすげえありがたいっつうか嬉しいよね。ねえ、やっぱね。本当だよね。うんうんうん。そんな、ね、うんうん、その2日間、ま、長野に泊まったんですけども、うんうんうん。ね、まあ、打ち上げもできず、うん、あの僕もね、ちょっと長野に2泊するって珍しかったから、あ、そうだね。ちょっと2日目のね、うんうん、朝、少しだけ余裕があったから、うんうん、朝ごはんでも食べようかなと思って、うん、調べたら、善光寺の境内に入る直前になんか、あの手打ちそばの美味しいところが朝9時からやってるってことで、おいいですな。8時半ぐらいに宿を出てね、ちょっとウォーキングを兼ねてさ、うん、はい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 。ちょっとこう、早足。散歩がてら。ええーうんうん、ちょっと汗かこうと思って、うんうん、歩いて境内をぐるっと回って、まあちょうど9時過ぎにそこの蕎麦屋にたどり着くだろうと思って、うんうん、そういうペースで行ってたんですけども、うん、その9時過ぎて蕎麦屋さんによし行こうと思ったら、うんまあ、しばらくの間9時半からの開店と。ね。よりによって。ありますよね。ええ、でも割と汗だくだったから、もうそろそろ終わりにしたいなと思ってたんですけども、うん、まあ、しょうがないかということでね、じゃああとまあ30分弱だから、うん、ちょっとその町々が、結構古い、由緒正しい感じの町々だったんで、じゃあちょっと。ああ、そうだね。あそこら辺ね。うん、うんうん。この寺の境内の下の町を歩いてたら、うん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 、ふっとね、あの階段が目に入って、小高い丘に上がる階段が、な、うん、うん、だろう、ここはと思って、うんうん、ちょうど善光寺の、まあ、東の南東のあたりなんですけども、うんうんうん、神社があって、うん、で、ここ、もう、こう、ちょっと、なんていうんですかね、人気のない感じなんですけども、社があって、うんうんうん、で、なんかちょっと、うってこう、変な予感がしてね、うんうんうん、なんだろう、なんかこの気があるな、と思って。やだな、やだな、つって。なんだろう、なんだろう、と思って。で、ふってこう、横、社のね、横に、まあ、石が飾ってあるんですよ、何体か。ほうほうほう。その石の形がですよ、うん、いわゆるあの男性自身のね、ああいう形に本当に司祭に彫られているのが飾ってある。なるほど。
そういうあれな、ね、そういう由緒正しきことですね。神社だったらしくて、おっ、うん、なるほど、なるほど。で、まあ、その神社のその由緒みたいなのを書いてあるのを読んだら、うんうんうん、まあ、実際その安産とか、小宝のね、はいはいはい、知ってますっていうことで。なるほど。僕、あんまりそういうの出くわしたことなかったんで。そうね。そうそう。街中でこう、急にそういうものがね。そうなんですよ。パッっていうのはないですから、なかなか。意図してなかったら、こっちも心構えができてなかったから。確かにね。それを見ようと思って行ってるなら、私も。そうそうそう。で、わあ、こういうとこにあるんだと思って。で、まあ一応お参りしようと思ってさ、その、うん、まあ、社の中にも飾ってあるらしいんだけど、ご本尊。うん、それ開いてなくて見られなかったんで、うんうん、まあ外に飾ってあるのを見たんですけど、うん、まあ、繊細に掘って荒らせられた。なかなかね、面白かったですよ。リフォルメということでもないんで、結構、ね、忠実に。忠実に掘られて、掘って遊ばせられてて。なるほど。なんかね、よかった。ちょっとほっこりしましたよ、その時。ほっこりしたね。ええー。来て、この30分、ここに来るための30分だったのかなと思って。あ、なるほど。導かれたというかね。で、しっかりお参りしてね。ね、ありがとうございます。ということで。で、まあ、そのお蕎麦屋さんに行って、まあ、お蕎麦が美味しくてね、手打ちでね。あ、よかったですな。で、それで、まあ、だから長野2泊したんですけど、その思い出ですね、僕は。ライブはもちろんのことなんですが。ライブはね、ライブはもちろんなんですけど。だからやっぱ、がぜん、こう、なんていうか、元気が出るね。元気が出ましたよ、だから。元気出せよっていう。情熱もいいだろう。神様から。そうね。そうだったんだろうね。いや、これ、がぜん、あれですね、うん。ご本尊が気になりますね、そうなってきますと。ね、次行った時にね、ちょっとまた覗いてみたいなと思いましたけども。ね。長野12月行きますから。あ、そうですね。その時ちょっと時間があったら。ね、ちょっとね、ご本尊の方も見たいなという。はい。そんな。そんなでしたね。伊那上越からの。からの。スクービードゥは。はい。シェルターで。そうですよね。シェルターの30周年記念ということで。うん、あれ30日間で30年間分やるっていうさ、なんか面白い企画でね。1日1本ずつ1年遡ってすごいよね。そうそう、あれすごいよね、うん。店長さんがね、考えたらしいですけど、ね、うん、あ、ほんと、うんうんうん、よく98年ってとこに俺たちを選んでくれたなって。ありがたい ね。他にもいっぱいバンドいるはずなんだけど。ね、いるはずだろうに。ね、シェルターだ、1998年の12月23日なんだそうですよ。ああ。そうか、ナンバーガールとかと出た、ね、多分小川さんのイベントだった、ね、KOJ のイベントだったと思うんですけど、うんうんうん、はいはいはい、うん、やりましたけど、うん、俺ね、うん、それでさ、なんかあんまり全然というか思い出してなかったんだけど、うん、昨日寝る前にふと思い出したのが、はい、シェルターってさ、うん、っていうか、俺たちが初めてスーツを着てライブをやったのってシェルターじゃないかと思うんだよね。ああ、その時？いや、違うのよ。うん、長池が入ってから、スーツじゃん、俺たちって。あ、そっか、ちゃんと揃えたのは。そうそう、要は、アルバムで言ったら、ビーチパーティーからなんだけど、うん、あ、そっかそっか。うんうん。うん、なんだけど、俺最初、うん、長池が入った時にもう、みんなで変えたんじゃなかったっけって思ってたの。うん。でもどうやら違くて、俺の記憶だと、うんうん、長池が入って初めてライブやったのは9なのよ、下北の。あ、うんうんうん、2月、はい、で557188とかでやってさ、うん、そうだよね、覚えてる、でしょ、うん、でその時かなって最初ずっと思ってたんだけど、うん、どうやらなんかこう記憶が蘇ってきて、うん、俺さ、ほら白いスーツじゃん、はい、でさ初めて着るじゃん、うん、だからもう楽屋とかで来た時に、うん、これ完全に出落ちだなみたいな話になってみんなと話しててさ、ちょっと白いねっつってさ、これ完全に出落ちだよっていう話になり、うん、今はさ、ほら、うん、SE がなってみんな出てくじゃん、うんうん、モビー、長池、リーダー、俺の順で出るじゃないですか。そうだね、そうだね。なんだけど、うん、その時はシュー君それ出落ちになっちゃうから、うん、いたづいてない方がいいよって話になって、始まる前に、うんうん、でなんかね、ちょっとイントロダクション的なものをやって、うん、ソウルショーでありそうな、俺たちもよくたまにやるけど、はい、いわゆる楽器の演奏だけでさ、うん、
で、なんかトランプロムファンキーブロードウェイとかさ、ああいう曲かな、うん、なんかソウルの曲をちょっと前奏でやってて、うんうん、そこに俺があの格好でこう出てくみたいな。はい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 。で、それでほら、あのシェルターのさ、いわゆる上手の真横じゃないですか、楽屋が。そうだね。あそこのこう風景が昨日なんかフラッシュバックして。うん。だからね、あれ、シェルターでやったのが初めてだったかなっていうのを思い出しましたよ。その時ではないんだよね。でもね、その何年後かってことだよね。ん？何が？ん？スーツを着た、初めてやったシェルターっていうのは、98年じゃなくてって。あ、そうそうそう、98年ではない。だね、2001年。ああ。3月4日らしいですよ、どうやら。3月4日。でもそうすると、それはビーチパーティーの前だよね。そうだ、多分イベント系じゃないかなと思って、ね、魚眼レンズとかとやったりしてたのかな、ね、もしかしたら。デックレック系のやつ。うんうん。なのかな。なんかね、うん、それを思い出しましたわ。はいはいはい。あ、うんうんうん、歴史ありですね。ねえ。だから、シェルターはでもその後も結構、だ俺やっぱその時期の記憶がすごいあるんだけど、うんうん、よく考えてみると、ほら、この間やったのの前にやったのは、ラーナーズとの対バンとかさ、うんうん、あと、サチモスとネバーヤングビーチとさ、うん、あのヤンブラやったのもシェルターだったりとかして。ね、結構ちょいちょいやってんだよね、うん。うん。だから、あ、呼ばれてよかったなっていうのはね、そうですよ。思いました。うん、30周年。シェルターってやっぱちょっとね、うん、なんか、俺の中ではクラブ Q は、うんうん、こう王道な感じなんですよ。なんか、うん、いわゆるザ・バンドって感じで、うんうん、でシェルターはもうちょっとこうガレージロックとか、そうだね、ハードコアとか、うん、ちょっとこうさらにディープなさ、こう鋭い感じの、ね、うんうん、バンドが出てるイメージで、うん、どっちも出たかったから、はいはい、未だにこうやって出れてるの嬉しいなと思うしね、うんうん、また出たいね、シェルターも ね、ぜひぜひ出たいなと思ってますが、はい、なわけで10月はライブが、はい、たくさんありますってっていうことでね。そうですね。21日、木曜日、うん、これ、ビレッジマンズストアに呼ばれて、新潟リバーストですね。うんうんうん、これも、新潟市は久々ですね。うんうんうん、それと、スクービードゥーとしては30日、岡山のリホシオと21、22ですね。うんうん、シオとの、まあ今年バージョン。そして31日は、滋賀で、B フラットですね。オーズ B フラットで鶴と鶴。うんうん、そして、スクービー2ですよね。2が2本入ってて、うん、来週19日火曜日、渋谷ロフトヘブン。うん、そして、29日金曜日は、吉祥寺マンダラ2にて、これバンバンバザールの初期のバンバンバザールという、まあ、初期メンバー集めたイベント、ライブに、我々が、まあ、オープニングアクトとして、スクービー2で出るという、イベントですね、うん、ということで、結構ライブがあります。ね。はい。ありますんで、ぜひ来れる人はぜひともという感じで、ね、はい、という感じで、じゃあ、はい、今週はこんな感じかな、ね、そうですね、うん、はい、それではまた来週。